武士と知っていながら俺を止めるのか。どういう了見だ。私の役目は神社を守ること。この戦が終わった後、神のご加護を再び求めて民が詣でに来るときに鳥居がなくては困るでしょ。今こそ加護がいるときだ。そうですが、社への道は険しく、私も一度参ろうとしたところ、途中で死にかけました。俺ならたどり着ける。木登りも崖登りも得意であったからな。もし社まで行けましたら、島のためお祈りしてご符をお持ち帰りください。身につければ御身をお守りくださるはずです。故郷のため役立てよう。助かった。対馬にある鳥居は全て神の社へと通じています。ご符もそこで得られることでしょう。Thank you.
機嫌いかがですか？あの鳥をご存知ですか？どのような鳥のことだ？金色の鳥です。鳴き声を聞くと平和だった時を思い出します。ああ、母上はその鳥のことを何よりも対馬のことを知っておる生き物だとおっしゃっていた。その通りでしょうね。もしこのような時でなければ、あの鳥を追ってどこに誘ってくれるか知りたいものです。俺が追ってみよう。お主は平和が戻るまでは控えておけ。そういたしますね、酒井様。頼りにしております。これからも頼むぞ。私が酒井様なら志村様をお助けしないね。あんた、なんてこと。考えてみて、志村様さえこの世にいなければ酒井様は。
よし、ノブ。野党に戦場で拾われるとは叔父上は何と言うだろうか。
お侍、和歌を読むのが上手と伺いましたよ。上手とは言えぬが、確かに和歌は読む。日吉の湯に歌読みがおります。志村様のお知り合いだとか、お話をしてみてはいかがです。いつか立ち寄ってみよう。お体にお気をつけください。私の兄はお侍に憧れていて、竹の稽古台を作ってずっと市内を振り回してましたよ。竹を切るか、腕を上げるのに良さそうだな。お主の兄と稽古したいものだ。恐れながら兄はすでに病で、ですが上りと稽古台を見るたびに兄を思い出します。無念であったな。礼を言う、達者で。
太刀を鍛えて差し上げましょうか。磨き上げましたよ、酒井様。十分な素材をお持ちください。また来よう。その太刀でどうか我らをお守りください。慌てるな。何があった？家に押し入られて、女房と息子がまだいるんです。家族を置いてきたのか？戦えるわけない。武士に見えますか？よし、助けてこよう。Yeah!
まるで気配がない。外も見るか。干し物が濡れておる。隙をつかれたな。血まみれだ。誰か殺されたな。ムクロは引きずられ川に捨てられたか。子供のもの。妻子ともに死んだようだ。伝えてやらねば。お侍、どうでした？どちらも死んでおった。無念だ。助けるとおっしゃった！俺も死ぬべきだ。家族を見捨てたんだ。己を責めるな。二人の死を無意にするな。お主も猛虎に抗い、人を救ってやれ。務めます。まだ諦めんぞ。走れ、ノブ。
来い。こっちだ、ノブ。よし。実に穏やかだ。かような地があるとは。急いで神鹿様のお湯の支度をしなくちゃ。どうぞお入りください。神鹿様は式に戻られます。おや、鎧を着ていらっしゃるのでてっきり神鹿様かと。ようこそお侍様。
神禄様とは。まさかご存知ないのですか。名のあるお侍ですよ。会わせてくれ。そろそろ戻るか。じきに。ぜひ夕餉を共にされて神禄様の武勲をお聞きくださいませんか。いやいや、危うき戦であった。だが傷一つついていないぞ。ああ、お客人がいらっしゃるとは。よくぞ参られましたな。うん、礼を言う。他に生き延びた武士がおったのだな。とても激しい戦でしたね。浜は血を吸って赤く染まり、あれは思い出したくもない光景です。菰田におったのか。もちろん。あ、失礼よ。長旅でヘトヘトでして。さあ、湯へ案内させましょう。続きはその後で。さあ、お連れいたしましょう。神禄殿とはどのようなお方だ。あの方がいらっしゃらなければ、今頃対馬は蒙古に乗っ取られてるって聞きました。太刀を携えてはおらんのか。武具は民に譲って大事な馬だけを残したとか。馬屋によりますよ。湯は後でよい。馬を見てまいる。バグはよく見るものだ。これはダバだ。戦向きではない。この蔵は樋口殿のものだ。神禄は武士ではない。口を割らせるか。神禄はどこだ。先ほどお出かけになられましたよ。火球の用があるようで。探すか。
話がある。なぜ逃げる？止まれ！よせ！まだ間に合うぞ！殺したくはない！諦めろ！この俺と、はあ、やるしかねえんだ。望みならば受けて立とう。降参だ。すまなかった。お前は何者だ。何者でもねえ。どこにでもいるただの百姓だ。お前は武士の名を語り、その名を汚した挙句、
あの女衆を騙しておったのだぞ。分かってる。頼む。故障だから殺さないでくれ。集落には二度と戻らねえ。行け。次にその鎧姿を見かけたら容赦はないと思え。死でもねえ。女衆にも知らせねば。かけろ、ノブ。人禄は武士ではなかった。騙されておったのだ。ああ、聞いてしまったのですね。知っておったのか。害はなさそうですし、私らも退屈していたのでね。殺したのですか。生きておる。だが戻ることはなかろう。では戦に行ったとでも広めておきましょう。あいつがいなくても楽しくやっていきますよ。